やってきましたよ、穂積駅ってことでね。今米原駅の特別快速も出てきましたけどね、すごいな、一本で米原にも豊橋にも行けるってね。2番線から列車が発車します。冷静に考えてみると、それだけの上州の列車が万博やってきますからね。ってことで穂積駅ね、岐阜県瑞穂市ってことなんですけどね、これややこしいですね。瑞穂市で穂積駅なんですね。これシールね貼った跡がありますけど、っていうのはもともとは、砂見郡でしたっけ、穂積町っていう町だったんですね。で穂積町と岐南町だったかなが、合併して瑞穂市になったらしいんですよね。なんかね、あの穂となんか水の字のねところがくっついたのかなと思ったら、そういうわけでもなくて、でなんで穂積から瑞穂になったのかっていうのはちょっとよくわからないんですけどね、語源は一緒らしいです。もともと山手武の命は、いわゆるあれ天照大海の神をね祀る場所をどうしようかなってね、旅をしとったという時にね、まあ、結局お伊勢さんに行くわけなんですよね。それで伊勢神宮ができるっていう、伝説になってるんですけど、その時に立ち寄ってね、どうしようかなって言ってた場所で、であって、そこがねなんか、なんかすごく、作物に恵まれたというようななんかあっていうような伝説があるのかな。それでね、水穂穂積っていう地名がついてるらしいです。ちなみに今日はまあしっかりとね穂積ね、この水穂市のこの穂積エリアをね扱っていこうと思いますけど、通過列車かと思ったら回送列車か、送り込みなんでしょうね。列車が通過します。こっちも通過列車あるんだ。お下がりください。何あれですよね、 JR は通過列車の案内は入らないんですよね。近鉄の場合は次通過って入りますけど、列車が通過、何がそんな黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。おお、こっち、あ、貨物もこっちの線で走ってくるんだ。おお、おお、すごい風圧ですね。いやすごいな。お、あったあった。ってことはね、穂積駅がね今ねちょっと端っこの方にあるんでね、ちょっと気づきませんでしたけど、こんなね名所案内ちゃんと用意してあるんですね。ってことでね、せっかくだからね、あの宮窓駅で、やりそびれた、新企画ね、駅構内にある名所案内全部回ってみようっていうのをねやってみようと思いますよ。ということでね、見てみたら、あ、書いてありません、一夜城跡も、穂積駅のまあ一応最寄り駅ってことですからね。あ、そかそか。ですから他のところは全部この瑞穂市内じゃないかな、加賀島の弘法大師に弘法仏を足すってなってますね。別府観音、観音さんがあって、これ近いですね、と東に地域と。で、一夜城跡、あと、まずここへ行きますよと。ね、これは最初から言ってますから。で、あと、延教寺っていうのがあるらしいですね。徒歩1時間、まあまあ、かかるところですけど、ここも、国県指定文化財が多数あるらしいですかね。この、国宝がいっぱいあるっていうのは気になりますね。まあ、ちょっとね、一段控えといて、後でね、ちょっと地図で調べながらね、行ってみようと思います。まあ、言うてあと15分ぐらいでね、バスも来るみたいなんで、乗ってこうと思いますよ。さあ、やってきましたけどね、ここはもうバス乗り場になっておってってことらしいんですけど、これじゃないんだよな。45分発ってなっとったから、左回りのはず。あ、そう、これじゃダメで、これか、
牛巻保津海線ってこれに乗ってかないといけないみたいなんで、よし、ちょっと待ちましょう。うん、牛、そうね、牛巻水保線ってなってるから、これはに乗っていくといけないみたい。今ここでしょ、牛巻水保線、これはね、ぐるっと回る、こいつに 乗ってくみたいですね。で、これはどこに行くの、馬場十七条線、これか、それですね。ですから、あ、全然かすってない、これだとまずいですね。なるほどなるほど、なるほど。温泉に行くやつもあるんですね。あと何、城って何、城ってなんだろう、気になるな、気になるけど、こっちの方に行くやつは安波と保津海線、あ、名波近鉄バスなんだ、なるほどね。結構いろんな方面にまあまあ本数も出てますからね、便利ですね。着いてから、まあ、15分ぐらいですからね。逆にね、あのアクセスでバリバリ良すぎると、あの YouTube の撮影する身になってみるとちょっとね大変慌ただしくなっちゃいますんでね、これくらいのね時間がある方がね、逆にカメラ回してね、ちょっといろいろ整理しながらねできますからね、逆にいっちゃうかなって、思いますよね。駅前も改めて見るといろいろと、で、市街地はちょっと南の方行った方らしいんですわ。ですのでね、ちょっとそっちの方もね、またこの後歩いてみようと思います。とりあえず行きはね、いい感じでバスも来ますんで、それで行こうと思いますよ。バスのロータリーがあって、で、外れた方にこのタクシーのロータリーもあるな。へえ、この辺りは何、日本タクシーっていうのかな。へえ、日タクさんとモトスタクシーが来るんだ。タクシー乗り場の感じもいい味わい出てますよね。へえ、先のポスト使われておりますな。なんか下のところに新しいバスのダイヤ改正が載ってますね。なんかいろんなバス停が増えてるみたいですね。便利になってくじゃないですか。で、ちょっとバス停の施設なんかもあったみたいですね。まあ、パッと見ても全然ピンとこないってことなんであれですけど、いろんな乗り換えなんかのアクセスなんかも、で、馬場春雨町のバス停の名称が、バロー保津店、わかりやすいですよね。スーパーにね、行く、こういったコミュニティバスがあるのはいいですよね。こんな、急ガードで、一得点までできるんだ。便利じゃないですか。自宅でも確認できるんですね。まあ、今日は日曜日ですかね。あ、って言っとったら、タクシーと一緒にバスがやってきましたね。あれでいいのかな。ルバサイはこれが100円で乗れるらしいんですよね。運賃そうや書いてね。でか。おお。それでいいみたい。さて、ってことでやってきましたよ。祖父江公園までね、やってきました。これが祖父江公園なのかな。まあ、公園自体は非常にシンプルですけど、ただね、こっから、行ったらいいみたいですけどね。いやー、でも、面白いバスですね。
こっち行ったらいいのかな。おお。あ、こんにちは。いや、久しぶりに、バスの時の、今、この前の道もね、十分、バス路線なんていう感じのね、細さですけど、もう全然これの半分ぐらいのところの、ところをガンガン走ってましたからね。いや、まあ、コミュニティバスらしいっちゃらしいですけどね、すごくこまめな感じになっておって。で、しかもね、ちょっとお前そういうような形にはなってますけどね、でもね、一律でループでね、100円で乗れますからね、安い。これは便利ですね。で、堤防沿いをずっと行ったら、あ、見えてきた、見えてきた。あれですね。あれが多分、一夜城のやつですね。で、ここはまだでも水干しなんですね。あ、このままずっと行くと、外れそうやな。だいぶ向こうにぐーっと上がらんと、あっちの通りの方行きませんよね。逆か。ちょっと東西南北の感覚がね、狂ってます。何せね、この路線、私の乗ったところ、もうとにかくくる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 、細かいところね、曲がるんでね、久しぶりに乗っ取って東西南北の感覚がね、あ、ちょっとわからなくなってきましたからね。ただね、日の向くからだけど、これ、まあ、潮が見えてますからね。あっちに行きゃいいんで、ちょっとあっちから行ったら大回りになりそうやから。ちょっと、今挨拶したとことのね、気恥ずかしいけど。まあでも、便利ですね。市内をこんな感じでいろいろと行けるんやで。これは水防線と、へぇ。なんか防災について語り合っておりますね。きっと多分防災について、元に戻ってきたけど、こっちから行った方が良さそうかな。この前の工場切れたらね、早そうなんやけど、さすがにそういうわけにいきませんからね。おお、えらい、レトロな、公民館ですね。へぇ。ちなみに、あれ、牛巻って書いてありますけど、あれで牛巻って読むらしいですね。へぇ。これもなかなか読みにくい、あれですね。あれ、カキリになられてますけど、近づいてますというか、もう消えてますけどね。そうそう。ね、このマスコットキャラクターもね、なんかあちこちに見かけますけど、カキリンってね、言うらしいですけど、コミュニティバスはコミュニティバスで、なんかこんな萌えキャラ使ってるんですね。まあまあ力入ってる。ね、結構いろんなね、こういった萌えキャラ使ってるところ多いですけど、独自路線でここまでちゃんとしっかりしとるのって珍しいなって思いますけどね。いやいやいや、面白いですね、水干し。あ、こんにちは。神社か。これでも確かに歩くってなると相当な距離ありますね。これは、バス使って大正解かな。まあ、しかも100円でここまで来れるんやったら全然、車運転するよりガソリン代より下手すりゃガソリン代でも考えたらそうだな、リッター20キロで、これ走行距離がだいたい今10キロ近くありましたから、しょ、ちょっと78円でしょ、これはありがたいですよ。これね、細いところ運転しやんでいいだけでもね。いやー、これコミュニティバスは使い勝手によっては、うまいこと観光活性に使えるのかもしれませんね。まあまあ、それもまた一夜城は水欲しいじゃないんで、その、
三越のあれでやるべきことなのかって言われたら怪しいですけど、でここら辺までは穂積みなのかな、うん、旧穂積みいわゆる水星ですね。で、ああ何なんかいい感じの橋じゃん、日本料理の店なんかもあるみたいですよ。やちくさって言われると香るって出てくるのがねあれでもこれ渡っちゃっていいのかな、そこにもうお城みたいなのありますよね、これでいいのかな、この橋えらい、なんて読むこれ、何がわて読むの、全然漢字から新、これ反対側に渡ったら大体こういうのでひらがなで書いてありますよね、気になるわ。あでもいいとこじゃないですか、あ普通に、あとあれですね、散歩に向いてますよね、あの多分濃尾平野で合ってますよね、濃尾平野のど真ん中なんで全然起伏がないのね、あの一宮なんかもそうなんだけど、うん、本当に上りアップダウンが堤防ぐらいしかない、ところなんで散歩とかサイクリングにいいんでしょうね、あのね道中もすごいいっぱい自転車でサイクリングされてる方が多かったですよ、あこんにちは、だいたいこの手の橋は反対側に来たらひらがなで書いてあるもんでしょ、ほら書いてあった書いてあった、これで新西川橋ってなってるから、あの字で西川って読むんだ、あれで西読めねえ、西川っていう川らしいです、あでも向こうからもう橋で渡れるな、向こうから渡ろう、立派だ、多分あの辺りとかは堤防の施設なんでしょうね、だけどなんかそれっぽく作ってありますよね、あ、観光案内もこっちにマップあるぞ、ありがたい、あで川を渡ると大垣市なんですね、ね大垣市、須の又署、これで須の又って読むんですわ、そうそうそう、須の又自体はね地名としては知ってたんですけどね、うん、この辺りもなんか絶対ゆかりがありそうな、でこれ浄土、これは昔の案内板かな、あの行き先方向 この通りはこっちの方に来ますよっていうやつかな、じゃなくてこのあれかな、お堀のあれかな、案内かな、何て書いてある、銃ここで上派銃で上派一等線、あ上流か、これ上流一等線、あこれ西川は何でしょうね、で前もできるようになってますね、こっから堤防にも降りれるし、今日みたいにしてはもうね鳥もんですからバチャバチャしますよね、はい、いい感じですね、蜂もバチバチ飛んでますね、それは気をつけやんとかんな、こっちはこっちやっぱひょうたんなんだねまあやっぱ陽動とかね、美濃飛騨とね、これが、太閤出世橋ってやつだ、観光マップがあるよ助かる、今いるのが多分ここですよね、であちょうどこっからぐるーって歩くと須の又はいろいろとあるみたいですね、ほう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 、ただあれですね今回は須の又じゃなくてこっちの方ね、こっちの方の、あでも一夜城の位置はギリギリあれか、
大垣市、これは大垣市になってんのか。ちょっと地形面白いですね。でこれで西川ね、さあこの辺り今もう葉桜になってますけど、これ全部桜なんだ。あ、これはこれでまた時期の時に来たらいいですね。完全に時期を外してますけどね。あ、本当だ、綺麗だ。で一夜城のところ、まあ今ですから逆に言うとオフピークですからね、そんなに混んでないんじゃないかな。この橋渡って、とりあえず歴史資料館の方ちょっと一回行ってみましょうか。